こんにちは、エバトタケシです。今回は、不幸な時に幸せになろうとすると、ますます不幸になるというテーマでお話ししていきたいと思います。私たちは、人の役に立つことをすると、喜びを感じるようにできています。人の役に立つことができると、自分には存在する価値があるんだ、と思うことができます。 人の役に立つことをすればするほど自分の価値を感じられるようになり精神状態が良くなっていきます。私たちは人の役に立つことで幸せになれるということです。人の役に立つためには人の役に立つことをしようと思える心の余裕を持つ必要があります。精神状態が悪い時に他人のために何かしてあげようと思うことはできません。 自分が不幸な時に幸せになるためには人の役に立つことをしなければいけないんだと行動を起こすと、ますます不幸になります。不幸の原因は嫌なことをやり続けているからです。不幸な状態の時、つまり他人のために何かしてあげようと思える状態じゃない時に人の役に立つことをしなければいけないんだと考えるのは、やりたいと思わないことを 自分に強制している。つまり嫌なことを自分に強要していることになります。自分が不幸な時に人の役に立つことをしなければいけないと思うことで、ますます自分を不幸にしてしまうことがあります。不幸から抜け出す方法と幸せになる方法は違います。不幸から抜け出すためには、 嫌なことをやめる必要があります。幸せになるためには、人の役に立つことをする必要があります。不幸から抜け出すためには、自分のことを考える必要があります。幸せになるためには、他人のことを考える必要があります。幸せになるためのファーストステップは、不幸な状態から抜け出すことです。まずは、自分を楽にさせてあげることです。 不幸から抜け出す前に他人のことを考える必要はありません。嫌なことをしているのが自分を不幸にしている原因なのだから、不幸な状態から抜け出すためには嫌なことをやめていく必要があります。こんなこと本当はやりたくなかったんだ。本当はこんなことをやる必要はなかったんだ。こんな人と本当は付き合いたくなかったんだ。 無理してみんなに合わせる必要はなかったんだと思っていたことをやめていくことで自分を楽にすることができます。嫌なことをする毎日を送っていた人、嫌なことをするのに忙しくしていた人が嫌なことをやめていくと退屈を感じるようになります。慣れ親しんだ嫌なことを手放していくことで寂しさを感じるようになります。そのような空虚感に耐えられなくなると、 捨て去った嫌なことを取り戻してしまうことがあります。また、好きではない仕事を選ぶ、暴力的な恋人とよりを戻す、いじめられていたグループに戻る、ということが起きてしまうことがあります。喪失感を埋めるために嫌なものを集めてしまい、また自分を不幸な状態に戻してしまうことがあります。嫌なことを手放すと、 しがみつくものがなくなって心細くなります。嫌なものがなくなったというのは心の重荷がなくなった、つまり心が軽くなったということです。嫌な仕事を辞めて楽になった、暴力がなくなって楽になった、人格否定をされなくなって楽になったという良いことです。しかしそのような状態に慣れていないから不安になってしまいます。 不幸じゃない状態に慣れていないから落ち着かなくなります。しかし、そのような、いつもと違うからなんか怖い感は、だんだんと静まっていきます。やがては、これが普通だったんだ。なんで私は、あんな嫌なことに耐えていたんだろう、と思えるようになっていきます。嫌なことをやめて、心が軽くなった状態が当たり前になっても、何もしなければ退屈は残り続けます。 退屈から抜け出すために自分を満たすために何かしてみたいと思うようになります。何もしないと退屈だから自分のやりたいことをやってみようと思うことで自分を満たすための行動を起こせるようになります。好きなことをして自分を満たすという体験を積み重ねることでじゃあ人の役に立つことでもしてみましょうかと思える心のゆとりを持つことができるようになります。 不幸な状態から抜け出して自分を満たした後に自分が幸せになるだけじゃ物足りないと感じるようになります。あの人にも幸せになってもらいたい。あの人にも笑顔になってもらいたいと思えるようになります。ということで私たちは人生でたくさんの不幸を経験します。不幸になった時はまずは自分のことから考えましょう。 不幸な状態から抜け出して自分を幸せにしてからもっと幸せになるために他人のことを考えるようにしましょう。自分を幸せにすることに罪悪感を感じる必要はありません。自分を幸せにすることは他人を幸せにすることにつながる。自分を幸せにしなければ他人のことも幸せにすることはできない。だからまずは自分を幸せにしたいと思ってもいい。 と考えて、堂々と自分のための行動を起こしていってほしいと思います。まずは自分からという言葉を忘れないようにしていきましょう。私は自分を幸せにすることで他人の幸せを願える心の状態を作ります。私は嫌なことをやめることで 心の負担を取り除きます私は自分の幸せが他人の幸せにつながるということを知っています私はまずは自分のことを考えてもいいんだよと自分に語りかけています私は嫌なことをやらないで自分と他人の幸せを願える 心の状態を維持します私は辛い時は自分を楽にすることから考えてもいいんだよと自分に語りかけています私は自分を満たすことで人の役に立つことをしてみたいと思えるようになるということを知っています私はまずは自分を楽にさせることから 考えます私は嫌なことをやめたいと思ってもいいんだよと自分に語りかけています私は誰に何と言われようと自分を幸せにすることから考えます